はい、朝日チャンネルです。朝日工業チャンネルです。まあまあどっちでもいいかな。まあ今日はまあだいぶもう遅いんですよね。まあ11時過ぎぐらいかな。最近仕事が忙しくて、まあここ2日ほど出してないんですけど、まあ一応動画は撮ったんですけど、結局カメラの調子が悪くて、結局ファイルに保存されてなかったんですよね。まあそれなんで、まあちょっと2日ぐらい空いちゃったんですけど、まあ毎日投稿していこうとは思ったんですけど、結局できないまんま、まあこう次、まあ、こうやって撮ってるんですけど、まあ結局職人さんも戻ってきてからもう偉くて帰っちゃってとか、まあ結局まあこう12月っていうのはやっぱりもう、まあ、どの職種もそうだと思うんですけど、一番忙しい時期で、結局人が集まんないんですよね。人が集まんないんで、結局その日の現場が終わんなくて、結局残業して、で結局さらに終わんなかったらまた次の日に繰り越しってなって、で足場屋さんって大体一日一日、まあ次の日の現場も決まってるんで、結局次の日の現場はまた重なっちゃって、でまたそこも遅れての繰り返しで、やっぱ人がいないんですよね。僕が若い、まあ、18とか、まあ、18ぐらいから、まあ、足部屋の仕事は始めたんですけど、18ぐらいの時は、まあ、人はたくさんいたんですけど、まあ、同級生とかでも何人もいたんですよね。まあ、結局競い合う、結局、まあ、同級生がいるんで競い合ってとかね、俺の方がこんだけできるぜみたいな、まあ、そういうのはあったと思うんですけど、まあ、結局今の子らって、まあ同級生同士やるってそんなないんですよね。競争するとかもないですし、でまあ足場屋さんがもう減ってるっていうのもあるんですよね。まあ、結局工場もやっぱ人手が足んなくて、まあ、僕の時代だと結局中卒は使ってもらえないとか、そういう時代だったんですけど、まあ、僕面接何個行ってダメで、結局最終的に足場屋さんになってますからね。まあ、工場入りたかったんですけどね。でまあ結局今となってはまあ足場屋でよかったなって思いますね。でまあ結局まあ言いたいのは、まあやる子が減ってるんで、まあ足場屋さんになってもらいたいっていうのもあって、まあこの足場屋さんの給料とか、まあ、そういうのをちょっと話していきたいなって思いますね。だいたい、まあ、中学出て働いた子で、まあ、僕静岡なんですけど、まあ、静岡って、まあ、日本で足場屋さんが一番多いみたいなんですよね。ちょっと聞く話によると、それなんでもうそこら中走っても足場屋さんのヤードとか、まあちょっと前までは少なかったんです。ここ数年ですかね、みんな独立して、で、まあそういう、まあ、10棟とかそういうのを持ってる会社がたくさんあって、で、今まででかかった会社がポンポンあったんですけど、まあ、そこから枝分かれして、まあ、力が分散してとか、まあ、そういう感じになっていっちゃってますね。で結局、まあ、大きい会社が結局人手が足んなくて、で結局まあ全部分散しちゃったんですね、人。まあ話そんな得意な方じゃないんで、であれですけど、まあ職人さんのまあ給料の話ですね。まあ15歳、まあ、中学卒業して、大体まあ他の県は分かんないですけど、まあ、静岡だったら大体1万円から1万2000円ぐらいじゃないですかね。大体それぐらいが今の相場だと思うんですけど、まあ、僕らが始めた時はまあ15、16だと、まあ、まあ建設業だと、まあ僕最初はもう全く土木とか、まあそういう系から入ったんで、あれですけど、まあ17の時、
7000とかそういう時代ですよね。まあ、倍ぐらいになってますもんね。まあ、うちで今1万2000かな、18歳まで。で、まあ、18歳になって、だいたい昔だと9000円、8000円、まあそういう世界ですか。でも今は18歳でだいたい1万から1万5000円ぐらいもらえるんじゃないですかね。もう16からやってればもう18ぐらいで、それぐらいになってますもんね、実力的には。まあ18歳までは結局特別教育っていう資格を取らないと足場の上に登れないんですよね。まあまあ住宅関係だったら、まあだいたい1段2、3段の世界なんで、まあ2人でだいたい足場を組めちゃうんで、まあ足あの下の作業、下回りの作業とか、もう物を散出したり運んだり、まあそういう作業があって、まあ地組みとかそういうのも、まあ、まあ2人で行けばやんないといけなくなって、まあそこそこ覚えるんじゃないですかね。16から始める、まあ できる子で、まあ1年ぐらいではできるじゃないですか。僕今まで使った中で、で従業員に入ってきた子で18歳から入った子で、もう頭が良すぎる子が1人いて、その子は大体半年でもう住宅組めるようになっちゃいましたよ。その子はもう本当天才ですね。もう初めてそんなすごい子に会いましたし、まあ、今はもう足早やめちゃってるんですけど、もうあのまま行けば足場業界の、まあ、神様的存在になったんじゃないですかね。まあ、あの子はすごかったな。で、18歳からだいたい1万から1万5000円。で、まあ、うちはまあ18歳からまあ1万3000円ですかね。で、そこからまあ、だんだん年ごと昇給って感じで。で、まあ、だいたい、まあ1万5000円とか、それぐらいじゃないですかね。まあどこも同じような単価だと思いますけど、給料とかその辺は。で、まあそこから大事なのが、足場の特別教育っていうのを18歳から取れて、で、まあ21歳っていうか、昔は21歳になれば足場主任っていう資格が取れたんですよ。それが今は特別教育を取ってから3年経つと足場主任が取れるんですよ。で、まあ足場主任持ってればもう現場を任せられるんで、まあ大体、まあ3年もやってればそれなりの実力にですよね。で、まあそういう足場主任持ってる子で大体、まあ、1万7000ぐらいじゃないですか、どこも。で、そっから、まあ、プラスアルファ、まあ、できる職長だと、まあ、高く。まあ、河川子なら、まあ、請負とか、歩合とかでやってる子だったら、まあ、1日5万とか、そういうのを稼ぐと思いますけどね。まあ、まあ、技術によると思いますけどね。結局、まあ、できる子とできない子、やっぱ、差が出ちゃうんで、まあ10年やってもできない子はできないですし、まあ足早はその差が激しく出ちゃうんですよね。結局できる親方はだいたい1件組むに半日で組めちゃうって子もいますし、だいたい2人ペアですけどね。で、まあ遅い子はやっぱ技術とか、まあそういうのがちょっとまだセンスですか、まあセンスがあんまない子、まあ言い方悪いですけど、まあその子、そういう子はやっぱ一件組むにやっぱ一日かけちゃったりとか、まあひどい子だと残業プラス残業したりとか、やっぱ全然技術の差が出ちゃうんですね、足場やって。でもやっぱこうやってる、まあこういう仕事やってるんで、やっぱプライドある子が多いんで、
やっぱ実際気づいてない子はやっぱすごい多いですけど、まあまあこう経営してる立場から見るとやっぱ差は激しいですね。でまあ結局面白いことに一日一日現場何件かあるんで、やっぱ稼ぐ子は稼ぎますし、やっぱ稼げない子はやっぱ稼げないんですよね。まあどの職種もそうだと思うんですけど、まあ他の職種だとまあ期間が長いんで、そういうまあ歩合とかまあ請負系とかそういうのはできないと思うんですけど、足早さはまあ一日一日こなしていく仕事なんで、そういうのができるんでやっぱいい仕事だと思います。それなんで15から足早始めても、21、22ぐらいになればまあ月100万稼ぐのも可能じゃないですかね、足早さんは。でまあそれから自分で独立するっていうのも考えられますし、まあ独立も結構簡単なんですよね、正直。そのまあ結局材料だけ買っちゃえば、住宅足場でしたら結局明日始めた子でも大体できちゃいますし、結局まあ個人まあ住宅関係だったらまあ個人ですか、でも大体できる。すみません、結局、大きい現場になると結局社会保険に入ってないといけなかったりとか、まあそういう書類関係が多くなってくるんで、やっぱそうですね、まあだんだん始めてくるならやっぱ足早がいいんじゃないですか。まあこれからね、仕事に悩んでる子とかもいるだったら、やっぱ他の職種よりやっぱ足早の方が若いうちは稼げると思いますけどね。まあ年取った時がどうかは分かんないですけど、まあどっかの社員についてれば、まあ資材置き場やったりとか営業回ったりとか番頭になったりとか、まあそういうのはあると思うんですけど、まあ、自分でやってればやっぱでかい会社にしていくしかないんじゃないですかね。まあ、それなりに苦労はすると思いますけど、そうですね。まあうちもまあ大きい会社じゃないんでそんな言えるあれじゃないですけど、やっぱこれから、まあ、仕事するなら足早がいいと思います。まあまあ始めるならぜひうちで始めてもらいたいですね。まあ楽しい会社です。まあ今日はまあこんなもんかな。じゃあチャンネル登録よろしくね。いいねもよろしくね。じゃあねー。